あの、なんていうの、当てるっていうか、その断言するような感じなんですけど、娯楽はリラックスできる趣味であるべきですとかっていう風に。ではやはりノーペインノーゲインウィズユキコーナーやっていきたいと思います。レビューのねディスカッションですね、皆さん結構苦戦したんじゃないかなというふうに思いまして、そのか、あのそういった方たちのためにいろんな回答を読み上げてですね、紹介して勉強していただければいいんじゃないかなというふうに思います。来年にも使えますしね、きっとね来年の生徒さんとかも苦戦するんじゃないかなっていうのが分かりきっていますのでね。はい、ということで今回はまた2ついただいてます。多分これは結構早く終わるんじゃないかなというふうに思いますので、1個のビデオになると思います。まずは在宅かっていうやつですね。1個目の質問がこちら。 Is telecommuting or working at the office better for employees? I think telecommuting is better for employees. At least it's good to save commuting time. And rush hour is a source of stress.ということでした。めちゃ綺麗ですね。やっぱりね、この方はね、シンプル、直すところがないところまでね、すごい組み立てられてるし、あの、なんていうのかな、何回もきっと読み直したりとかしてるので、本当にね、あの、突っ込みようがないところまで完成度上げてくるんですよね。本当に素晴らしい生徒さんだと思います。はい。ということで言うことないんですが、一つだけ本当に重箱の隅をいつも通り続くなら、is の is a source of stress というのが can be っていうふうに、言った方が、あの、いいのかなというふうに思います。なんか、ラッシュアワーはストレスになります。なんか、ストレスですっていうふうに言い切るっていうよりかは、ストレスになり得ますよねっていう、その、人によってはそうなる可能性もあるし、そうじゃない可能性もあるので、あの、ストレスになりますって断言するよりかはなる可能性がありますよね。だから避けた方がいいですよねっていうような感じで、言った方が自然なのかなというふうに思いました。二つ目です。Which is better for companies? I think telecommuting is better for companies. There are many advantages. They can save on fixed costs, energy costs, and travel expenses. はい、やはりいいでしょう。そうですね、一つか二つ、fixed costs というのは、多分その修理代金っていうことなんだと思うんですよ。なので、コストっていう風になってるとすごくよろしくって、そうですね、修理代金にもいろんなところ修理したりとかね、すると思うので、そう、やっぱりコストにしといてほしいんですが、fixed cost っていうのがおかしいかな。なんか fixed って、かっこいい。なので、ここはもうメンテナンスコストで、コストで言ってあげたらよいでしょう。それから、エネルギーコストでも大丈夫です。私だったら、ユーティリティーズとかっていうふうに言うと思います。ユーティリティは、水とか、ガスとか。そういった電気とかってことですね。そこをひっくるめてユーティリティーズっていう風に言ってあげます。あと、トラベルエクスペンセス。これはすごいですね。交通費っていうんですかね。やっぱり、通勤させると、やっぱり従業員たちにそのお金をね、出してあげなきゃいけないので、それって結構な、莫大なお金になるんじゃないかなというふうに思いますので、そういうところも、在宅でやってくださいねって言ったら別に払わなくてもいいわけですよね。ね。ということでした。はい。なので、綺麗にしたのを読んでおきます、一応。I think telecommuting is better for companies. There are many advantages. They can save on maintenance costs, utilities, and travel expenses. って感じでやってみました。次の質問に行きたいと思います。Should all employees be allowed to telecommute? この方の回答がこちらです。I think it should be allowed if the employees wants to telecommute and the position allows telecommuting. まずは、it should be allowed. この it は誰を指してるかなっていうふうに思うので、やるんだったら全員になるのかなというふうに思います。というのも、all employees になっているので、なので、問題自体がすべての従業員っていうのは、そのテレコミュート在宅を許されるべきかっていうことなんで、権利としてあるべきかどうかっていうことなんですよね。今日は在宅やりますとか、今日は会社行きますって、その在宅っていうのを、
やる権利っていうのを許されるべきかどうかってことなんで、それは許されるべきだと思いますよ。でも、まあなんかそれが実際にできるかどうかは別としてっていうことだと思うんですよね。で、この方も The position allows telecommuting っていうことなんで、その人の職種とかポジションとか管理職の人とか、それとか営業で、人に会わなきゃもうどうしようもないっていう、そういったポジションの人とかは、テレコミューティングしてる暇もないっていうか、できないじゃないですか、物理的に。っていうことを言いたいんだと思うんですよ。なので、まあ、ポジション allows テレコミューティングっていうのは、ちょっとぎこちないですよね。なので変えるとしたら、まずこの it should be の it は、まあなんかどうだろう、 they とかにした方がいいのかなというふうに思います。それからもしその変えるんだったら、 if they want to 彼らがしたいならっていうふうに、したいならできるだけやらせてあげればいいんじゃないかっていうふうにしてあげるしかないのかなというふうに思います。はい。なので、ちょっとここでどういうふうに直したらいいのかなというふうに思ったんですが、全文一応読んでみますと、 I think they should be allowed if they want to as much as possible っていう感じにしてみました。次の回答がですね、こちらです。When should telecommuting be prohibited って感じなんですけれども、この方のね回答が、If you can't work at home, such as in the hospitality and construction industries, telecommuting should be prohibited. これは、多分ちょっと勘違いしてるのかなというふうに思うんですけど、prohibited っていうのは、禁止されるべきだっていうことなんで、問題はテレコミューティングはどんな時に禁止されるべきかってことなんですよ。で、この方の言いたいのは、その禁止されるかどうかっていうよりかは、職種によってやむを得ない場合には、仕事を家からできませんっていう話になっちゃってるんで、禁止されるべきかどうか、その時ってどんな時ですかっていうのを考えてほしいだけであって、その職種が、で、それができるかどうか、家でできるかできないかとかの話じゃないんですよ。禁止なんですよ。なので、例えば例で言えば、なんかその売り上げが大幅に、その在宅でやってる時に落ちてしまったとか、あとはなんか在宅でやってて、その不正が出たことがある。例えばサボってたとか、あとはそうですね、在宅中っていう時間、だったのに外に出てるとかで、それがバレちゃったとか、その外に在宅の時間のはずなのに外に出てコロナにかかったとか、なんかそういうことがあったら禁止になるみたいな風に言ってくれればいいのかなというふうに思いました。ちょっとね、この質問は少しずれてしまったのかなと思いますので、そっとしておきたいと思います。ではパスタイムズのその、ディスカッションの質問に進んでいきたいと思います。こんな質問でした。Is it better to have one pastime or many? I think it's better to have many pastimes because you can do different pastime depending on the situation. For example, outside or inside with friends or alone. って感じです。本当に綺麗ですよね。基本、個人的には、その do pastimes って言えるのかな、その娯楽をするっていう風に、言えるのかなっていうことで、コロケーション的に do ができるのかちょっとわからないんですけど、コロケーションってほら、do ホームワークとか、do を取る名詞って決まってたりするじゃないですか。do the laundry とか、do dishes とか、そういうふうに do が取れるコロケーション的にこう相性がいい単語ってあるんですけれども、その do とパストタイムが、うまくコロケーション的に相性がいいのかちょっとわかんないんですけど、多分無理なんで、ここら辺をエンジョイとかに変えておくといいです。それから different past times ですね。で、depending on の使い方めちゃくちゃいいです。for example の後ろにカンマください。で、そんな感じで以上です。はい、読み上げないです。次です。Are certain pastimes better than others? Why? はい。ここがですね、やっぱり他のビデオでも言ってるんですけど、ここがよくわからないというふうにおっしゃった方もいました。ある、パスタイムっていうその娯楽の、そのカテゴリーと、その別のカテゴリーっていうのが、その、
どっちがいいか悪いかっていうのあると思いますかってことなんで、皆さんの中でそのカテゴリー設定してくれちゃって全然大丈夫ですよ。例えばインドアの娯楽とアウトドアの娯楽で、アウトドアの方が私はいいと思ってますとか、絶対健康にいいですって、インドアだったらそうですね、運動不足になりますみたいな、だから絶対アウトドアをおすすめしますみたいなっていう風に言ってくれてもいいし、どんなパスタイムスでも人によってそれぞれ違うんだから、私はどんなパスタイムスでもいいと思いますみたいな風にアプローチしてくれてもいいです。この方の回答が Everyone has their own pastimes, so no one can compare。 はい、綺麗ですね。うん、その通りだと思います。みんながみんなね、自分自身の娯楽っていうのがあるので、誰も比較できないものだと思います。その通りでございます。おっしゃる通りだと思います。ただまあコンペアのところにコンペア A to B とかっていうことなんで、 A と B を比較するで their pastimes to others っていう風にして、コンペアの後ろに目的語とかを入れてあげた方がさらに文章を完成するんじゃないかなという風に思いました。綺麗にしたの一応読んでおきたいと思います。Everyone has their own pastimes, so no one can compare their pastimes to others. はい、以上です。次です。What is not a pastimes? これパスタイムスになってますけど、パスタイムですね。これね、a pastime ですね。はい、今度は何が、なんていうのかな、娯楽として、認識されないか、娯楽じゃないと思いますかっていうことなんですね。で、この方の回答はこちら。I think causing stress is not pastimes. ということで、この方は私はストレスを起こさせることは娯楽ではないと思いますっていうふうにおっしゃってるんですね。で、一見よく見えるんですよ。日本語にすると、ストレスが起きること、生じることはパスタイムじゃないと思います。ただ、生じさせるものがパスタイムじゃないっていうふうに言わなきゃいけないので、なんていうのかな。プレイングサッカー is fun で、プレイングサッカーイコールファンなんですよ。なので、SVC になってると S イコール C になるんですよね。で、コージングストレスイコールパスタイムかっていう、パスタイムじゃないかっていうと、物イコールパスタイムなんですよね。Something is not a pastime なんで、コージングストレスっていうものイコールパスタイムになるのかなっていうふうに思って、Something入れたくなったんですよね。ストレスを起こさせるようなものは娯楽ではありませんってことなので、I think something that causes stress is not a pastime っていうふうにしてみました。ではでは次の問題に行きましょう。Is it good to do pastimes that frustrate you? これ、do pastimes やってますね。質問でも do と pastimes やってるので、さっき私 do と pastimes のコロケーション大丈夫かなって心配してたんですけど、多分大丈夫なのかな。質問にあるぐらいですもんね。はい、すいません。では、読んでみます。No, it isn't. I think it's important to enjoy pastimes. I think it's good to be able to relax and change of pace.こちらですね。まず、チェンジが、漢字みたいになってるのかな。なので、チェンジだと思います。1行目全然大丈夫です。で、リラックス&チェンジオブペースってことなんですけれども、チェンジオブペースっていうものの、多分、じゃなくって、気分を変えるためにそのリラックスしてできるからっていうことで、気分を変えるっていうのは a change of pace だと思うんですよね。なので名詞形にすればいいのかなというふうに思うので、 a change なんですね。 a change なんで、リラックス for a change of pace にするとよろしいんじゃないでしょうかということでした。最後の質問に行きたいと思います。 What qualifies as a pastime? ということですね。これもね、ちょっとよくわからないっていうふうにおっしゃった生徒さんとかいたんで、やっぱりもう一度言うんですけど、どんなものがパスタイム、娯楽としてなんていうのかな、定義づけられますかっていうことです。だからどんなものを娯楽って呼べると思いますかってことですね。 I think a pastime is a relaxing hobby。はい、全然間違ってませんね。全然いいです。本当に細かいこと言うんだったら、このままだと娯楽はリラックスできる趣味ですっていう風に、やっぱりなんていうの、いい
合ってるっていうか、その断言するような感じなんですけど、娯楽はリラックスできる趣味であるべきですとかっていう風に、このイスっていうのを、さっきのあのテレコミューティングのところでも、さっきの生徒さん、この生徒さんが A rush hour is a source of stress という風になってたのを can be に変えたのを覚えてるじゃないですか。なのでその is っていうのをなんかこう can be に変えたり should be とかにいう風に変えると、その B 動詞だけじゃなくて、ちょっとずつ助動詞っていうのをうまく使いこなしていくと、あの細かいニュアンスとかが伝わるようになるんじゃないかなって、よりネイティブっぽくなってくるんじゃないかなというふうに思います。 I think a pastime should be a relaxing hobby ということですね。はい、では私から以上になります。このね、あのディスカッションのところちょっと大変だったと思うんですけれども、よくできていましたよということで、また今月も頑張っていきましょう。バイバイ。